どうもマサズアウトドアチャンネルにようこそ、マサニーです。そしてアジェンコーナーの堀田です。さあ、ということで今回も前回に引き続き、ジェンコーナーの深夜さんの私物紹介ということで、はい、やっていきたいと思います。まあ、今回はね、前回オープニングトークかなり長かったんで反省しました。早く見せろって早く見せろって思われた方多いと思います。あ、倍速にされるからまあでもいいんじゃないですか。まあまあまあね、なんかいいとこ見せよみたいなまあ今回じゃあ早速ね、サクッといきましょう。はい、はい、今回は深夜さんお気に入りの、レザージャケットですね。はい、うん、まあ、レザーお好きですよね、結構かなり、うん、まあまあ、まあ、今も、うん、今日も着てる着てるんだよ、うん、はい、ということで、ね、深夜さんのお気に入りのレザージャケット、はい、で今回は一応くくりが UK ユーロの、レザージャケットですね、はい、と紹介ということで、まあ、で次まず機会があればアメジャンも、フォーもやっていくんで、その時またよろしくお願いします。はい、じゃあ ました、はい、今回 UK ということで、じゃあ早速、1枚目よろしくお願いします。はい、じゃあウイスウイスレザーの、はい、ライトニング。ライトニングですね、はい、60年代ですね。はあ、きれい。めちゃくちゃ綺麗ですね、状態、うん、状態いいよね。めっちゃいいですね、うん、これ革は何の革なんですか。これシープだね。あ、シープ好きなんですね。これダブルジップなんですか、もともと。そうそう、あのね、ちょっと変わっとる仕様で、はい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 、あのレディースなんだよね。あ、これレディースなんですか。前合わせ逆、あ、右前で、はい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 、で、あのレディースによく入っとる、あのダーツが入ってない、はい、あ、ここになんかステッチ入りますよね。そうそうそう、こことかこことか、はい、あ、ここか、うん、はい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 、はい、それが入ってない。本当前合わせがただ逆なだけのレディース、すっげえな、うん、だから俺サイズちょうどで、はい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 、うん、でまあダブルジップっていう、うんうんうん、いるっていうような確かに、うん、でもいらんやろこんなもんって思っとったけど、はいはいはい、着とったら、うんうん、これぐらい上がるんよね。あ、来たら、そうそうそう、締めとったら、はいはいはい、だから、はい、あ、意味あるんやと思って、本当にこのぐらい上がるんや、着とったら。はあ、なるほど、うん、いや、かっけえな、これはいいっすね。で、これいつ頃買ったもんですか。18、16年とか、なんかそれぐらい前、うん、相当前。いいな。その時からルイスのヴィンテージってやっぱ高かったっすか。高かったけど、うん、でも今みたいなそのサイクロン100何十万とか、ああ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 、そういう値段ではまだなかったね。ああ、50万とか、うわ、うん、でも その十数年前ですよね。なんかその70高くて、なんか青色のサイクロンとかで、はい、75万とか。いや、その当時から、うん、まあ今はもうだからやばいですもんね。まあもう100超えとるから。100超えますもんね、うん、何なんすかね、あれ。まあまあもう物もないし、ね、本当にあんな高いのと思うんですけど、うん、まあまあ物もないし、物価もね、うん、上がってますし、まあ、いろんな兼ね合いがあって、うん、あの値段なんでしょうけど、うん、うわ、そうなんですね、うん、でもやっぱ昔から人気は人気ですもんね、やっぱ。そうだね、この辺は、うん、うん、でまあ、レディースでサイズも小さいし、うん、まあ、シナさんのサイズ、そうそうそう、うん、なるほど。だからまあまあ、その当時から言っても、はい、メンズの34とか あのライトニング買うよりも、はい、まあまあちょっとお得で、はい、あ、なるほど。でまあ多分ね、レディースだからあんま着てないっていうのもあったんだと思うんやけど、はい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 、状態も良くて、めっちゃ状態いいっすもんね、うんうん、いや、すげえな。はあ、で、あの、あそこですか、アディクト。そうそうそう、アディクトクローズで、はいはいはい、うん、買ったね。あ、なんか割とオープンして、うんうん、そんなに時間経ってないぐらいのタイミングで、あ、でまあもうすぐ店主と仲良くなる。あ、ね、はい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 、もう好きだしさ、はい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 、はい、でもうなんかすごいの来とるし気になってしょうがないし、はい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 、うん、でその当時はそのよく通っとった先輩の店から、うん、目と鼻の先で、あ、なるほどなるほど、うん、はい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 、でなんか革ジャン屋できるらしいよみたいな噂はあって、あ、
はいはいはい、うん、でなんか何日オープンらしいよみたいな、うん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 、でその次の日ぐらいに、うん、その先輩の店行って、はいはいはい、行ってきたんすかって聞いたら、はい、もう何も言わず行って行って、あ、やばいぞと、とにかく行ってって言われて、いいから今すぐ行ってって言われて、あ、はい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 、行ったら、はい、やべえってなって何この店ってなって、はあ、その当時 そのヴィンテージのルイスがずらったって感じなんですか。ああ、ではそのアディクトのブランドのアディクトはない、オリジナルはなくて、ヴィンテージだけのライダースや、あ、うわ、あ、最初ってそうなんですか、ね、うん、そうなんや、でだってライトニングサイズ選べるんや、いや、もうありえないっすね、色とか、はあ、ああ、それもじゃあ60年代70年代頃のやつがもう、そう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 、ずらっとずらっとある、色のやつもあるし、はい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 、まあ、もうなんか東京とか行った時になんか見たことあるみたいな、はい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 、でなんか当時はその原宿とかにそういうちょっとロンドンパンク系のお店とか、あ、はい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 、そういうお店になんかちょっとあるみたいな、そういう噂を聞きつけてその店行って、はい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 、なんかちょっと見たりはしとったけど、あ、状態とかもやっぱそんな良くないし、うん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 、あ、すげえな、そこにはもう、まあ、バってあったから、いや、すげえ、うわーってなってで割と早い段階でこれ見つけてで、まあそのオーナーのね石島君にも、はいはいはい、いいんじゃないってなって、はあ、うん、あ、すげえ、でも出会い、でもこれも出会いですね、だから、いやいや、ほんとそう、うん、うわ、すげえな、いや、いいなあ、あん時これもそう、さっきね、あれと一緒、前の話と一緒やけど、はい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 、あ、これ買っといてよかった、あの時期しかないですよね、うん、その後だって別にジャストサイズなんて出会ってないし、あ、マジっすか、うん、あ、そっか、もうでかいのしかない、でかいから、俺はもう特にね、小柄やからさ、あ、うん、全然やっぱ見てないし、はい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 、あとやっぱその革質とかもすごいいいから、うん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 、うん、すげえ、まあ、トータルで見ても本当に、いや、完璧っすよね、うん、なんかこのね、うん、トロトロのこのシープ、いや、マジで厚みあってさ、うんうん、で腰もあってしなやかで、そういや、すげえな、60年代なんて思うぐらい綺麗ですもんね、うん、で去年新品で買いましたって言われても分かんないぐらい綺麗まあそんぐらい綺麗ですよね、うんうん、去年買って頑張ってきましたぐらい、そう、ね、うんうんうん、すげえな、かっけえな、いいっすね、ちょっと前開けてもいいですか、どうぞどうぞ、いや、素晴らしいな、うん、これ当時のね、ライニングが、そうだね、うん、いや、素晴らしい、かっこいいな、いや、たまらんすね、まあ、ほんと宝物に近い、あ、うん、はい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 、まあでも全然普通に着るからね、いや、かっこいいな、いや、素敵、この辺は結構俺が着て連れてきたよ。ああ、なるほど、ベルトとか、はい、ね、ああ、はいはい、ここはもう宿命だからさ、確かにそうっすよ、ね、絶対擦れるから、うんうんうん、いや、素晴らしい一品ですね素晴らしい、ありがとうございますこれ俺の着がいけるかな、俺もちっちゃいんじゃないかな、まさにもちっちゃいかもね、はい、ちょっと後半、動画の後半で、はい、あの、着れたらチャレンジします、はい、ということで1着目が、はい、ルイスのライトニングですね、うん、20年代ですね、かっけー続きまして次は、ハイウェイマンですね、あ、ハイウェイマンもイギリス、うん、そうですよね、うん、モデル名、あ、忘れちゃったな、うん、忘れちゃった、これもかっこいいっすね、うん、でこれあの、はい、その当時乗っ取った、まあ着とった人なんだろうけど、はい、ワッペンでカスタム、あ、これは当時、うん、あ、なるほどなるほど、古いワッペンばっかりだから、はい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 、うん、まあ、まあ多分当時のやつなんだろうなって、うん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 、まあ、自分ではカスタムしてない感じですか、あのね、ここだけ、はいはいはい、あのなんかね、変に新しいワッペンついとって、わあ、そうなんですか、ロイヤルエンフィールドかなんかの新しいワッペンついとって、で、うんうん、ここだけ やたら浮いとるなと思って、はい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 、外したろうと思って、うんうんうん、外したら、はい、破れとってね、ここ、あ、なるほど、それを隠すために前のオーナーが貼ってた感じですかね、うん、で、やべえってなって外しちゃったってなって、あ、なるほどなるほど、で、まあ、あの持っとる自分のワッペンの中から、はい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 、あの
まあ、猫ちゃんのベトナムワッペン、猫好き有名ですかね、新谷さんは。でちょうどそのこのぐらいのサイズで、もともとついとったやつも黄色かったから、ああなるほど、合うなと思って、はい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 、それつけて、なんとか隠せたっていう、はい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 、でこれ黒じゃないっすね、色多分黒でしょ、黒っすか、うん、ネイビーっぽくないですか、黒なのか、いやこれ多分その抜けて、うん、経年の、そんな色なのか、あれで今の光の感じとかで黒だね、黒なんですね、うん、でもいい、なんか深い色っすね、でも、うん、そうやね、うん、これもシープで結構さっきのライトニングとこれもシープなんや、うん、同じぐらいのなんか脂肪感もあるし、うん、これかっこいいな、なんかこういうのジップもかっこいいっすよね、昔のやつは、ね、ちゃんとライトニングのジップ全部ついてるから、かっけえな、ちょっと前開けていいですか、うん、これかっけえな、あらららら、うん、でライニングは赤で、そうだね、うん、はあ、でこれなんかルイスなんか、はい、ハイウェイマンなんかっていう感じだったんやけど、うんうんうん、まあこのライニングのちょっと色の感じでこれハイウェイマンやなって、これでわかるんですか、うん、色で、そう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 、何が違うんですか、何が何色なんですか、あのね、こちらの、ね、年代は60年代ぐらい、あ、じゃあさっきのと一緒ぐらいだ、一緒ぐらいですか、うん、はいはいはい、はい、ハイウェイマンの方が、うん、なんていうかな、ちょっと紫目が強いっていうか、うん、なんか多分今の光やったらちょっと分かりづらいと思う、あ、そうか、にあの太陽光で見るとまた全然違うもんね、そうそうそう、もうちょっとなんピンクっぽいって言えばいいかな、まあ、微妙な差やけどね、はい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 、はい、あ、それでそう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 、あ、ルイスか、うん、ハイウェイマンか分かるんですよ、うん、これかっこいいな、うん、これはハイウェイマンやな、うん、いやこれめっちゃかっこいいっすね、これ一度僕、深夜さんとツーリング行ったで、バイクで。ああ、うん、その時に来とったね。その時に来てましたよ。来とったね。で、その時にかっけえ、何これと思ったんですよ、うん、確か、うん。その時来とったわ。そうっすよね。これかっけえなぁ。てか、こんないいヴィンテージを普通にガシガシバイクで来てんの、なんか、そこがかっけえなと思いましたね。普通に。まあ、まあ、なんか別にコレクションしとるわけじゃないから、着てかっこいいっすもんね、うん、やっぱり、そうそうそう、なんか金もんは買わんからね、あー、そうっすよね、うん、なんかどんなかっこよくても、はい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 、価値があるとか、あ、あんまそういうのは興味ないから、はいはいはい、うん、まあ、かっこいいしガシガシ着たい、そう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 、着たい、着たいよね、やっぱ、いや着たいっすよね、うん、だからね、なんかね、一回すっげえ面白かったのが、うん、お客さんが、はいはいはい、あのデッドストック買った時、はいはいはい、うんうんうん、まあ、古着でゲットする、うん、いつ下ろしますって、はい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 、お客さんに言われて、うんうんうん、で、あ、その日っす、あー、はい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 、普通にかっこいいし着るでしょ、うんうんうん、その日にもうあのフラッシャー取りますみたいなジーパンだったら、はい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 、って言ったら、みたいな感じで、はいはい、いや、まあ着るためにいい買うし、うん、みたいな感じで、確かに確かに、うん、で逆にそういうところで下ろしていかんかったら、はい、もう溜まっていくだけや、いやそうっすよね、うんうん、まあほぼデッドストックなんて買わんけど、ああそうなんですね、うん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 、いやまあでも、まあ、どこで下ろす、まあでも僕も着る前提で買うんだよ、うんうん、むしろピンピンで持っとる方がなんか言い方悪いですけどダセって思っちゃうんで、うん、着りゃいいじゃんっていう派なんで、うん、まあ、この辺のやつはね、やっぱもう大事にしまうんじゃなくて、やっぱなんかもう着なよって思いますよね。そうだね、うん。もうだってね、ここまで味で取ったらね、うん、もう着るっきゃないよ。確かに。大事にしとっても意味ないというか。うん、ただで、ね、その大事にしとってもボロボロになっていくから。そうっすよね。うん、それなら着てボロボロになった方がいい。はい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 、うん、楽しんだ方がいい。しかもかっけえしな。うん、でまたこれまた新エースのバイクとなんかめっちゃ合うんですよね。ハーレーなんだけどね。ハーレーだけど、うん、やっぱコンパクトで、うん、ちゃんとその体型に合ったスタイリングじゃないですか。そうそう。あのスポーツスタイル、うん。アメジャンよりこっち。うん、ローンジャンの方が着るもんね、俺。なんか、あ、それわか、なんか、うん、あの車体なんかわかります、うんうん。ちょっとアメリカっぽくない、ちょっとやっぱシャープっすもんね。うん、ちっちゃいから。作りが、うんうん。なんか、どっちかというと着とるね、やっぱり、うん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 、ジャンの方ですよね、こっちの方がなんか、うんうん、ハマってんなと思いました、うん、はい、ということで2つ目がね、はい、はい、
だいぶまた脱線しましたね、話が。まあ、そういうもんでしょう。ハイウェイマン。ハイウェイマンですね。はい、ありがとうございます。で、続いてラストですね。ラストいきましょう。ラストはちょっとカラーものです。はい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 。ベルスタッフですね。はあ、ベルスタッフ。ベルスタッフってこんな色あったんすね。うん、ブルーの。うん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 。ベルスタッフもオイルドの方がイメージ強いですけど、あ、ライダースとかレザージャケットもまあ、うん、もちろん作ってるよっていう。作っとるね。ダブルもシングルも、あの襟付きシングルも作っとるし、ダブルもあるし。あんま弾ないっすよね。そうでもないっすか。そうだね。あんまり見かな。あんまり見ないっすよね。うん、だからライダーレザー自体そんな見ないイメージがありますね。うんうん、これ年代的にはどんなもんですか。これ70、80ぐらいかな。あ、うん、まあジッパーも YKK だし、センターだけ YKK だから。うん、そのぐらいだと。めっちゃいいな。これもじゃあもうバイク乗るときガンガン着るみたいな。そうだね。そうですか。これ、うんうん、でもなんか、うん、このブルーに。はい、赤白ストライプが、うん、あそこのなかなかやっぱこう強いっていうかさ、まあ、派手っすもんね、うん、だから、うんうんうん、あのこれ着て、はい、あのカーハートのダックのベストとか、あーなるほど、着て、はい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 、袖だけ使っとるみたいな。いや贅沢っすね。袖使っとるみたいな。いやめっちゃ贅沢っすね、うん、いやでもこれめっちゃかっこいいっすね。そうはね、うん、いいな、このまた腕のこのベルスタッフがね、この、うん、このやっぱこのポケットの付き方、そうやね、これ何入れるんですかね、ここに、うん、ジップとかタバコっすかね、やっぱ、うん、あ、まあ、でも結構割とさ、そういうとこのポケットってそのチケットポケットだったりもするから、ああなるほど、ここルイスのこことかも、はい、あそういう、なるほど、うん、あ、まあそういう類いなんじゃないかね、うん、でまあバイク乗るときに出しやすい、まあそのギ、そう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 、あのギアチェンのレバー、うん、持ちながら開閉しやすいようにこういう付き方してるっつうのがまたこのバイク乗りにはこうたまらないディティールというか、これがまたいいっすよね。いやこれかっけえなぁ。いやいいなぁ。なかなかカラーもののヴィンテージはね、はい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 、そんなに俺も持ってないから、うん、いやかっけえなぁ。いやこれ素敵っすね、かっけえなぁ。結構なんか やれやれな感じもちょっとあるんやけど、はい、うんうんうん、いい感じのねシワも入って、うんうん、いやこれめちゃくちゃかっけえっすね、うん、でもカラーもの着てるイメージあんまないですけどね、深夜さんが。そうだ、あんまりもうこれと、うんうんうん、もう一枚ブルーのライダースは持っとって、はいはいはい、うん、でまああとはそのなんていうかナチュラルみたいなさ、うんうんうん、あの茶色っぽい、あ、はいはいはい、梅っぽい感じのやつだから、黒か茶色かって感じやから、はい、でまあそうやね、まあどうしても出番としてはこいつらの方が、うん、頻度は高くなりますよね、まあ、多くなるから、あ、うん、確かに確かに、うん、でまあ普段その時の外しとしてこいつをたまに挟むぐらいの使い方っすか、うんうん、あめっちゃいいな。でもそういう遊びしたいな俺。カラーのライダースもってない気がするな俺も。ああ、まあなんか欲しい、でも1枚ぐらい、ね、欲しい欲しい欲しいです、ね、欲しいです、うん、ブルーのモンズ、スーパーモンズが欲しいです。ああ、言ってた。めっちゃ欲しいですね、うん、はい、ということで今、最後3つですね。3つ目がデルスタッフのライダース、うん、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこの3つの、着用動画、うん、こちらも来ますか来ます、切れます。私が、着ようと思いますので、袖は通るけど多分かっこよくない。じゃあまあ僕が来ます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。さあこちら、ライダースの1着目ですね、うん、はい。これがルイスのレディース、うん、ですね。まあ、まあかなり小さいですけど、小さい、まあ形はもう抜群にかっこいいっすね。なんかパンクスな感じやね、そのサイズ感が、うん、ちょんちょんな感じかっこいい、うんうん、いやめっちゃいいな、うん、これやっぱレザーの質がめちゃめちゃいいっすね。そうやね。でこれ60年代ですよね、だから、うん、そうそうそう、もうヴィンテージに見えないっすよねこの感じ。結構このシワのその脂肪感がすごく、うんうん、ちゃんと映っとるわ、ああ、うん、めっちゃいいなこれ。いやかっけえな、
ヴィンテージだとは思えない、うん、感じですね。はい、一つ目がウィスレザーズのライトニング、ライトニングのレディースですね、うん、はい、はい、続いてライダース二つ目ですね、うん、こちらがハイウェイマンだね。ハイウェイマンのライダース、うん、シングル、シングル、うん、あ、めっちゃかっこいい、ってか俺のサイズじゃないですか。でもあげんけどね。これでもやばいっすね、うん、まあまあその単体で見てもかっこいいんですけど、着てかっこいいやつですね、これは。そうだね、うん、まった、ね、ジャストサイズやからな、うん、まさにこれやばいっすね、うん、あげないよ。、うん、もっとかっこいいやつ見つけたら僕に売ってくれる、うん、俺がビタビタのやつ見つけたら。、うん、それかすげえ太ったら。、うん、皆さん聞きましたね、うん、動画残ってますから、人生諦めた時に。譲る、そうそうそう。いやこれいいな、かっこいいな、はい、ということで2つ目が、ハイウェイマン、あ、そうやね、ハイウェイマンのシングルだね、はい、こちらがライダースラストですね、うん、はい、でこちらがベルサッフ、ベルサッフやね、はい、うん、の、ライダース、はい、これがまあとにかくかっこいい、ここがとにかくかっこいい、うん、これがたまんないですね、この付き方が。やっぱかなりタイトっすね、うん、これなんか一番細いような気がする、ベルスタッフが、あ、そのあ、他のやつに比べて、うん、そう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 、特にアームホールなんてもうほぼタイツっすよこれ、そうやね。かっこいいっすけどね、特に細いんすね、やっぱそうだね、なんかそんな気がする、着比べた感じ、さすがにこれでバイク俺は乗れないっすね、このサイズ的に、うん、そうやね、やばいっすね、はち切れますねこれは、でもかっこいいっすねこれ、まあかっこいいよね、かっこいい、かっこいい、めっちゃかっこいい、はい、ということで3つ目がベルスタッフのライダース、はい、はい、さあということで、今回の深夜さんのお気に入りの、ライダース、ヨーロッパ UK のライダースジャケットを紹介していただきました、いかがでしたでしょうか。あ、全てかっこよかったですね、やっぱり自慢見たくなってない、いや、なってないです、なってないです、もう僕が見たいだけなんで。視聴者より。あ、なるほど、ね、僕が楽しいだけ、僕の G 行為。だいぶ見せとるけど、決めんと。まあでも俺が僕が楽しんでるのはダメじゃないですか、まあそうだね、僕がこれ一番楽しんでる。、はい、ということでこの企画まだまだ続きますよ皆さん。まだまだ続きますからね、はい、じゃあまあ、続きもね、続いてもなんかこの辺が、次の動画この辺が出てきますよ皆様、はい、ということで楽しみにしておいてください。今回はこんな感じで終わりたいと思います、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう、バイバイ。